はい、こんにちは。ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラはライカの歴史を代表するレンジファインダーフィルムカメラボディですね。ライカ M3 になっております。でもってこちらはですね、2回巻きですね、人気の高いダブルストロークのウェーブモデルとなっております。シリアルが842444ですので、ですね、1956年のドイツ製ライカ M3 ですね。ライカ M2、M4 と並んでですね、非常に人気の高い、はい、元祖 M 型レンジファインダーですね。ライカ M3 のダブルストロークになっております。はい。ダブルストロークなんですけれども、こちらのですね、フレームセレクターとかついて、2電気型といった、位置づけのモデルとなっております。はい。今回はですね、早田カメララボさんにて、オーバーホール施していただいている答えとなっておりますので、ぜひチェックしてください。概要欄からですね、このコメントの概要欄からウェブショップの方にアクセスできるようになってますので、ぜひチェックしてください。はい、では外観から見ていきたいと思います。ご覧いただいてます通りですね、はいはい、目につく、すれとか当たりへこみなどは見当たらないですね。大変綺麗な状態と言っていいと思います。こういうところにですね、このライカメーターの跡がですね、ついている個体がですね、ちらほらあるんですけれども、これはだいぶ綺麗ですね。はい。で、こういう角っこもぶつけたり当たったりした跡はないですね。はい。この肩の部分も綺麗ですね。はい。でもって、金属ストラップのこの跡などもないですね。アイルットの削れもありませんし、大変綺麗な状態をキープしてます。こういうレバーのですね、こう根元の突起の部分ですね、こういうところにメッキの摩耗なども見えない感じです。はい、大変綺麗です。はい、背面も綺麗ですね。アイピースの、スレもありませんし、バックドアの塗装もしっかりと残っております。底面がですね、細かいこうスレなどはちらほらと見えますけれども、まあ、ちょっと光の具合でちょっと見えにくいかもしれませんが、こういうのですね、こういうのがちらほらと見える程度ですかね。はい。こう地面に置いてガリガリとやっちゃったような跡じゃないですね。あとはこう落下して当たったりとか、三脚の跡などもありませんね。はい。なんか元は大ネジですけど、こう小ネジにするですね、アタッチメントがついてますね。これ前のオーナーさんがこうつけてくださったものですね。はい。で、針側ですけども、針側も、こう、かけたり剥がれたりしやすい部分をですね、しっかりとしておりまして、かけたり、ひびが入ったりしてないんですね。こう、手にしっくりと馴染む状態をキープしております。でもってこれ、しっかりと、オリジナルだと思いますね。はい。続いて、ファインダーですけれども、ファインダーも大変綺麗ですね。こう、やはり年代物の、モデルですので、こう、バルサムがですね、切れたりしているものが、結構ちらほらというか、結構多く見られるんですけども、この個体は、バルサム切れ、ほぼ全く見えないですね。すごく綺麗です。曇りカビ、バルサム切れ、ちりほこりの混入もほぼほぼ見えませんので、大変綺麗な、いい状態の、ファインダーですね。はい。接眼部から見ても綺麗な状態です。曇りカビ、バルサム切れ、ちりほこりの混入とか、見えないですね。このフレームセレクターとレンズの種類の脱着によって、このブライトフレームも全種類ですね、しっかりと表示されておりまして、見にくかったりでですね、かすれたりとか、してませんね。でもって、ピントの二重ゾーンもくっきりはっきりコントラスト強く表示されておりまして、縦ずれもなくですね、ピント合わせ、フレーミングともに何もないファインダーをキープしてます。はい、では、シャッターをチェックしていきます。ダブルストロークですね。はい。鉄則の1秒から見ていきましょう。これが1秒ですね。はい。順調に、はい、刻んでおります。いいですね。はい。次が2分の1秒。いいですね。はい。これも可変してしっかり切れてますね。はい。シャッター音なども聞いていただけていると思います。次が5分の1秒になるんですね。ね、低速の
シャッターに粘りとかですね、膜が遅れて動いたりしてないのがお分かりいただけます。次が中速、100分の1秒見てみましょう。はい、シャッター音も変わってしっかり切れてますね。はい、続いて、はい、あ、そうですね、この前に、セルフタイマーチェックしていきましょう。セルフタイマーをこうグッと下げていただいて、このスイッチでスタートいたします。途中で枠張ったりしないでですね、しっかりと動いております。はい、ここでシャッター切れて、はい、最後までしっかり動いてますね。底蓋を開けていきます。はい、底蓋開けても、内部に金属の腐食、錆、汚れないですね。スプールももちろんついてます。バックドアの開閉も問題ないですね。はい、こうパチッとはまる、はい、タイプのバックドアです。でもって、はい、このレールの錆とかですね、内部の腐食、錆、汚れ、素材の劣化などないですね。はい、このシャッター膜も綺麗ですね。はい、じゃあここで1000分の1秒、高速シャッター見ていきましょう。はい、一瞬ですけどちゃんと開いてますね。はい、低速から高速までシャッターに全く問題ないのがお分かりいただけます。でこのスプールを抜くとですね、この、はい、カウンターのリセットも確認しております。底蓋もしっくり閉まってますね。きつかったりとかですね、こう緩かったりもしてないですね。で、この巻き上げですね、はい、巻き上げの感触も非常にいい感じですね。まあ、これがこのライカ M3 の特色と言ってもいい、このダブルストロークの滑らかな巻き上げが、はい、非常に感触よくできております。はい、この戻りが悪かったり、感触悪かったり、全くしないですね。付属品が、こちらのボディキャップです。はい。でもってこちらのですね、はい、ハヤタカメララボさんの、この整備表をですね、一緒にお届けいたします。今回はですね、僕の方で、受けてもらったんではなくて、お客様の方でですね、これはいつかな2018年にですね、はい、完了していただいている整備になっております。はい、こちらの整備表、一緒にお付けしますね。はい。ということで、はい、オーバーホール済みの大変人気の高いライカを代表するレンジファインダーフィルムカメラボディ、ライカ M3 のダブルストロークになっております。1956年のドイツ製になっております。ぜひ、お早めにチェックしてみてください。以上です。